19戦14勝2敗3ドロー6ノックアウト105パウンド体験ジム所属 WBA 世界ミニマム級第13位 WBC 世界ミニマム級第10位三沢輝雄、世界ランカー三沢輝雄再起戦です。青コーナー12戦9勝3敗1ノックアウト105パウンド藤田ジム所属日本ミニマム級第7位高橋光希、日本ランカーとして初めて迎える試合、狙うは世界ランクです。高橋光希、同じく島川武史、同じく浦谷信明、レフェリー阿部和夫、世界ランカー対日本ランカーの一戦です。赤コーナーは WBC ミニマム級10位三沢輝雄、対するは日本ミニマム級7位の高橋光希です。第1ラウンドのゴンが鳴りました。ミニマム級の8回戦です。画面の左側、白のトランクスが帝拳ジム三沢輝雄26歳、世界ランカーです。 WBC ミニマム級10位、 WBA では14位にその三沢輝雄という名を連ねています。平成10年にプロデビュー、プロ生活は今年が8年目です。戦績は19戦14勝 6KO 2敗3分け。前回プロ19戦目で迎えたのは日本タイトルマッチでした。終盤まで試合を有利に進めていたんですが、9ラウンドに痛恨のダウン、そのポイントが響き結局判定で敗れ、夢を叶えることはできませんでした。今日のプロ20戦目は再起戦ということになります。白のトランクス、世界ランカーの三沢、持ち味は何といってもパンチ力です。現役の世界王者とのスパーリングでダウンを奪ったことがあるほどのパンチ力を武器としています。対する画面の右側、白と青のツートンカラーのトランクスを履いています、日本ミニマム級7位藤田ジムの高橋光希24歳、福岡県の福岡市からやってまいりました。後楽園ホールは初登場になります。5年前19歳でプロデビューを果たしました。今年3月デビューから12戦目、日本ランカーを判定の末破り、念願の日本ランクに名を連ねました。今日の試合は日本ランカーとして初めて迎えた試合です。対戦相手は世界ランカー、世界ランクを狙いに行きます。さあ左の服、画面の左側が白のトランクスの三沢輝雄、素早いパンチを打っていきます。クリンチ、肩で押していきました。藤田ジムの高橋光希、日本ミニマム級7位、ボディを打っていきました。ボディストレート、世界ランカー対日本ランカーの一戦です。第4試合、足を使っていく、軽量級ならではのスピードを生かしたボクシングを展開します。左のジャブを返した高橋、右のストレート、大きく右の服、これはうまくかわしました三沢です。足を使う高橋、さあ左のジャブを伸ばしてボディー。今日はタイトルマッチで敗れてからの再起戦、完璧な勝利を目指す、そう話していた白のトランクスの三沢です。さあ細かいジャブ、素早いジャブを打ってきました三沢、左手を伸ばします。左のジャブを打っていく、距離を測っている高橋光希、右のストレート、三沢輝雄しっかりとガードを上げています。さあリングの中央に戻ってきました。一旦距離を取って中に入っていこうというところ、ここで第1ラウンドが終了です。
本タイトルマッチでは優位に試合を進めていたんですが、9ラウンドに痛恨のダウンを喫しました。判定で敗れ、ベルト獲得はなりませんでした。公式スコアは1ポイント差1人に2ポイント差2人、ラスト2ラウンドの展開が明暗を分けました。今はとにかく再起することが大事、集中して完璧な勝利を目指します。第2ラウンドのゴンが鳴りました。帝拳ジム白のトランクスのミサーテルをタイトルマッチ後の再起戦ということになっています。そのミサーテルの対戦相手は日本ミニマム級7位、日本ランカーとして初めてこの試合に臨んでいます藤田ジムの高橋光輝です。世界ランカー対日本ランカーの一戦です。さあ中に入っていた高橋、これはうまく上体を揺らしてパンチを受ける。右ストレートがヒット、ボディ右フック、アグレッシブに攻めてきた藤田ジムの高橋光輝。相手が入ってきたところにカウンターを狙っていくスタイルを普段は見せているんですが、今日は自分から入ってきています。いいパンチが当たったらまとめていくスタイルにこれから変えていきたい、そういう話もしていました。今入ってきたところにパンチを合わせようとしました高橋光輝です。さあ右のストレートしっかりブロック、高橋光輝足を使ってサークリング、落ち着いて中に入るタイミングを見ている三沢哲郎です。左のジャブ、さあ左のジャブを打っていた三沢、右のアッパーです。高橋接近戦でのボディアッパー、こちら福岡市出身の高橋光輝です。新人王トーナメントでは西軍代表決定戦まで行きましたが敗れてしまいました。西軍代表になっていれば年末の12月全日本新人王決定戦で後楽園ホールに来ているところでした。あの時敗れ踏むことのできなかったこの後楽園ホールのリング、雰囲気を肌で感じたい、そのように話していました。さあボディ、非常に速いボディを打っていきました三沢哲郎です。中に入っていこうという三沢、白のトランクスの三沢哲郎は身長157センチ、一方白と青のツートンカラーのトランクス高橋は161センチ、高橋の方が身長で4センチ上回ります。三沢哲郎は試合前高橋の印象について、身長が高くとてもスピードがある、 KO 勝ちは少ないがパンチ力がないと。ミノスレットを押した、中に入ってきたところカウンターを狙っています高橋光輝です。右のクロスには気をつけたい、三沢もそう話していました。高橋光輝は12戦9勝 1KO3 敗という戦績です。 KO 負けはありませんが三沢は今日は KO を狙っていく、そう話していました。さあ第2ラウンドも早くも残り時間10秒を切りました。足を使う三沢です。今度は三沢が足を使います。ここで第2ラウンドが終了です。甲子園を目指す高校球児でした。しかし体格差を痛感して断念。元プロボクサーの父親ケンジさんの影響でボクシングを始め、アマチュアでは九州で2位になったこともあります。2000年にプロデビューしてからは2002年フライ級で西武新人王を獲得、現在3連勝中、4連勝で世界ランクを狙いに行きます。第3ラウンドのゴンが鳴りました。ミニマム級の8回戦です。白のトランクスは世界ランカー WBC ミニマム級10位の帝拳ジム三沢哲郎です。対する白と青のツートンカラーのトランクスは日本ミニマム級7位の高橋光輝です。高橋は日本ランカーとして初めて迎えた試合になりました。今日の対戦、その高橋が中に入っていった、スピードがあります。さあボディに左フック、距離を詰めてきた、高橋が距離を詰めてきました。ここで一旦距離を取ります。
日本ランカーとして初めて迎えた試合になりましたが、今日の対戦相手は世界ランカーの三沢。この三沢を倒すことができれば一気に世界ランク入りという可能性も出てきます。今日の対戦相手の三沢はワンツーが早いので足でさばきたい、そう話していた白と青のツートンカラーの高橋です。その言葉通り第一ラウンドから足を使っています。三沢はこの高橋の足を何とかして止めたいところ。中に入ってくる高橋です。大きな左フック、強烈なパンチを持っています三沢。かつて世界王者とのガンボは小泉とのスパーリングでダウンを奪ったことがあります三沢哲郎です。まあ、本人は謙遜してあれはスリップ気味でした、そう話していたんですが、おっとここで高橋が前に行った。試合再開です。さあボディから吹く、足を使う高橋です。徐々に距離を詰めていく、コーナーもしくはロープに追い詰めたい三沢です。さあ右ストレート、高橋光輝は3敗しているんですが、これまで KO 負けは一度もありません。さあボディ右のボディ、さあコーナーに追い詰めました。左のボディと、これはバッティングがありました。両者にバッティングがあった模様です。少し痛そうな表情を見せた両者。今回が再起戦になる白のトランクスの三沢哲郎です。完璧な勝利を目指したい、そう話していました。できればカットなどは避けたい、そう話していました。まあ、どうしてですかという質問に対し、カットしたら試合が終わった後すぐに練習ができないじゃありませんか、そう答えた三沢哲郎です。この再起戦を勝利で飾り、そしてまたその次の試合へ向けても練習をしたい、そういう三沢哲郎です。ボディ右のストレート、しっかりブロック高橋光輝。さあ接近戦だったヘリック、ここで第3ラウンドが終了です。ミニマム級といいますと、9月25日横浜光ジムの新井戸豊選手が防衛戦に挑みます。こちらが新井戸豊選手、順調な仕上がりを見せている模様です。さあその新井戸選手と同じく世界を、新井戸選手のような世界を目指すミニマム級の8回戦三沢哲郎、第4ラウンドのゴングが鳴りました。試合は中盤に入っています。上体を揺らしてパンチをかわしながらダッキングしながら中に入っていこうという三沢哲郎。素早いヘルジャブ、右ストレート、WBC ミニマム級10位にランクする三沢哲郎です。前回今年の5月新日本木村ジムの小熊坂聡チャンピオンの持つ日本タイトルに挑戦しました。第8ラウンドまで試合を有利に進めていたんですが、第9ラウンドに痛恨のダウン、そのポイントが響いて判定で敗戦、日本のベルトを獲得することができませんでした。さあその日本タイトル敗戦からの4ヶ月ぶりの試合、再起戦になっています。対するは日本ランカー、完璧な勝利を飾りたい、そう話していた三沢哲郎です。目標はあくまで世界、そう話す三沢。帝拳ジムの選手は皆世界を目指しています、そのようにも話していました。日本ランカーを下して再起を証明したい三沢哲郎。右のストレートを打っていった。
さあ徐々に距離を詰めていく。しかし高橋はなかなか懐に入れさせません。前回の試合で念願の日本ランク入り、日本ランカーとして初めて迎えた試合は世界ランカーとの対戦になっています。三沢を下せば日本ランカーではなく一気に世界ランカーということになるかもしれません。試合前高橋はこの世界ランカーの三沢の VTR を見たそうです。さすがは世界ランカー、そのようなことをまず第一声で話していました。パンチもあるしスピードもある。さあそのスピードを生かして三沢が左右のフックを打っていった。でも同じ人間差はない、はっきりとそう答えた高橋光輝です。その高橋が中に入っていった。コーナーに立ったのは三沢照夫、ここはクリンチです。左のジャブを伸ばしボディー、体勢を入れ替えて高橋、足を使います高橋です。右のストレート入ってきたところにカウンターを合わせようというこの高橋。三沢はこれには気をつけなくてはいけません。さあ大きなヘルック足でさばきます。フェイントをかける高橋。ここで第4ラウンドが終了、前半戦が終わっています。ジムのエドウィン・バルロです。9月25日の試合に出場します。デビューから15戦連続1ラウンド KO 勝利という世界記録を持っています。現在その対戦相手を募集しています。対戦相手は1ラウンドを逃げ切れば100万円という破格の試合内容ということになっています。注目の試合は9月25日です。試合は後半戦に入りました。ミニマム級の8回戦です。白のトランクス、世界ランカー WBC ミニマム90位三沢照夫、世界へ向けてタイトルマッチへ向けての再起戦になります。対するは白と青のツートンカラーのトランクス、福岡県の福岡市からやってまいりました藤田ジム日本ミニマム級7位の高橋光輝です。世界ランカー対日本ランカーという一戦です。白のトランクスの三沢照夫は1ヶ月前から定見ジムの笠井雄一トレーナーに指示しています。この試合に向けて学んだのは右ストレート、そしてガード。右ストレートに関しては握りを今まで以上に強くすることによってパンチ力のアップ向上を図りました。練習中サンドバッグを打っていても手応えが少し変わった気がする、そう話していました。もう一つはガードです。ガードは目の前でしっかりとグローブを合わせることを試合中常に意識していきたい。さあ気合い掛け声とともに右ストレートを打っていった三沢です。さあ中に入っていく。徐々に三沢のエンジンがかかってきたように見えます。前回のタイトルマッチでは惜しくもベルト獲得はなりませんでしたが、ここでまた一つ成長した三沢を見せたいところです。さあ青のボクシンググローブを握っている日本ランカーの高橋光輝、右のストレートを伸ばしていきました。三沢は打ち終わりに隙がある、打ち終わりにチャンスがあるのでそこを突きたい、そう話していた高橋です。打ち終わりにパンチを合わせようという場面が何度か見られました。高橋トランクスのお尻の部分にはワーク3、勤めている設計会社の会社名が入っています。ボクサー、そして設計士、二足のわらじをこなす日本ミニマム級7位の高橋光輝です。さあ右、三沢の右、さあそして打ち終わりに右を合わせてきました高橋。打ち終わりに隙をつきたい、そう話していた高橋です。さあボディからヘッドフック、右のストレート一旦距離を取る、素早い右ストレートでした。
さあ今度は三沢が高橋の周りを反時計回りに回り始めました。足を使います三沢テルオ。ここは世界ランカーとしての格の違いを見せつけたいというところでしょうか。さあここはしっかりブロックです。ガード、そして右ストレートを打っていって左のフック、ここは一旦阿部レフェリーが両者を分けました。さあ試合再開というところで第5ラウンドが終了です。三沢コールの大声援です。タイトルマッチに敗れてからは自分一人じゃどうなるか分からなかった、それほど落ち込んだと言います。しかし周りの人の応援で再起を決意、自分の試合を見に来てくれるからみっともない試合はできない、そのためにしっかりと練習をしてきた、そう話しています。再起戦は完璧な勝利で飾りたい、そう話しています。残すラウンドは3つ、第6ラウンドに入りました。先にジャブを打ってきました。青のボクシングローブを握る日本ミニマム級7位の高橋幸喜です。尊敬するボクサーは元世界チャンピオンの川島博さん。相手に打た、さあ三沢がコーナーに始めてボディ、元世界チャンピオン川島博さんのボクシングスタイルに憧れている高橋です。相手に打たせないで打つボクシングスタイルはアンタッチャブルと呼ばれました。川島さんのように足でさばいて打たせないボクシングスタイルを目指しています。相手の穴、そして隙を見つけて崩していくのがこれまでの必勝パターンです。高橋幸喜です。アッパー、打ち終わりにパンチを合わせていく高橋幸喜、足を使います。足でさばきたい、ガードを上げて距離を詰めていく三沢テルオ。右のストレート、左のジャブ、両者ともに相手の出方を見ています。左のジャブを伸ばしていく白のトランクスの三沢テルオ。リングの中央、ミニマム級ならではのスピード感のあるボクシングが展開されています。左のジャブを伸ばしていく、今放送席にまで汗が飛んでまいりました。さあパンチを打ちましたがこれはガードの上です。日本のボクシングの数ある階級の中で最も軽い階級に位置するミニマム級です。リミットが 47.6kg、 その階級で争われているミニマム級の8回戦、白のトランクスの三沢、左のジャブを伸ばしました。身長157センチです。対する高橋は身長161センチ。左のジャブを伸ばしていきます。距離を取る、若干高橋の手数が少なくなってきたようにも見えます。さあ残り時間30秒を切りました。第6ラウンド、今三沢がちらっと時計に目をやりました。さあ投げていった、おっとこれはバッティングがありました、これはバッティングがありました。三沢に対してバッティングの注意です。さあ試合再開、フェイントをかけて右のストレートを打っていた高橋です。左フック、ここで第6ラウンドが終了です。残すラウンドは2つになりました。
赤コーナーは世界ランカーのミサーテルを日本タイトルマッチ敗戦からの再起戦、取りこぼしは許されません。対する青コーナーは日本ランカーの高橋光輝、三沢の持つ世界ランクを狙っています。ラウンド7、残すラウンドは2つ、ミニマム級の8回戦です。日本タイトルマッチ敗戦からの再起戦となる白のトランクスの三沢輝を、タイトルマッチであろうとノンタイトルの試合であろうと勝ちたい気持ちは同じ、ただ再起戦の今回だけは取りこぼしは許されない、そう話していました。さあその三沢がエンジンがかかってきました。ボディを打っていった、右のストレート、対する高橋光輝、三沢の持つ世界ランクを虎視眈々と狙っています。前回の試合勝利して今日が日本ランカーとして初めてリングに立っています。しかし今日の試合勝つことができれば次の試合ひょっとしたら世界ランカーとしてリングの上に立っているかもしれません。現在はボクシングをする傍らマンションを設計管理する事務所に勤務している高橋光輝、白と青のツートンカラーのトランクスです。その会社の名刺の裏側には日本ミニマム級7位と記されてありました。今回三沢から世界ランクを奪って名刺の日本ランクを世界ランクに変えたいんだ、そう話していた高橋です。ヘルフック、三沢のヘルフック、右のストレート、さあ細かい連打、高橋のパンチを返していく、アッパー、距離を取った高橋、右のストレート、終わりを狙っています高橋です。さあニュートラルコーナーに追い詰めました、ミサーテルを。さあここでスピードを殺すことができるか、試合再開です。左のジャブを打っていく、右のストレートを伸ばしてきました高橋です。福岡県の福岡市からやってまいりました高橋光輝、今日はその福岡から飛行機に乗って応援に来ている友達も大勢いるそうです。何万円も使って応援に行くんだからしっかりした試合をしなさい、そう言われてきたというふうに冗談交じりで話していました。後楽園ホールは初めての試合になります高橋光輝です。ここまでは一進一退の攻防が繰り広げ、ボディー、三沢のナイスボディー、右のボディを伸ばします、左のジャブを打っていく、右、三沢の右ストレート、さあ右のオーバーハンド高橋、右のストレート、三沢輝を右を伸ばした、しっかりブロック高橋光輝。さあ第7ラウンド残り10秒の表示が打たれた、左のフックアッパー、ここで第7ラウンドが終了です。残すラウンドはラストラウンドです。日本ランカー三沢の持つ世界ランクを狙っています。対する赤コーナーは帝拳ジムの世界ランカー三沢輝を、日本タイトル敗戦後の再起戦勝利で飾ることができるんでしょうか。ミニマム級の8回戦ラストラウンドのゴンが鳴りました。世界ランカー三沢輝を、日本タイトル敗戦後の再起戦、対する日本ランカーの高橋光輝、三沢輝雄の持つ世界ランクを狙っています。さあ中に入ってきた高橋光輝、白のトランクスの三沢輝雄、目標はあくまで世界、帝拳ジムの選手は皆世界を目指していますから、そう話していました。左のジャブを伸ばしていく、
のジャブを返していった高橋光輝です。フェイントをかけます。さあ左のジャブ、再起戦を勝利で飾ることができるか三沢輝を。そして高橋は日本ランカーとして初めて迎えた試合です。世界ランクを手に入れたい。さあ中に入っていこうという三沢輝を、ボディー、高橋のボディーです。右のストレート、速い右ストレート、これは接近戦になりました。左のジャブを伸ばしてくる高橋。さあここはクリンチでレフェリーが両者を分けました。さあニュートラルコーナーに追い詰めました三沢輝を。右のストレート、さあ日本タイトルマッチ敗戦後の4ヶ月ぶりの試合再起戦、勝利で飾ることができるか。日本タイトルマッチであろうとノンタイトルの試合であろうと勝ちたい気持ちは常に同じ、そう話していました。ボディー、三沢のボディー。さあ第8ラウンドに入っても集中力が途切れることはありません三沢輝です。最後の最後まで集中している両者、おっとこれは勢い上がってロープに突っ込みました。前回の日本タイトルマッチでは第9ラウンドにダウンを奪われるという集中力の欠如が反省点として挙げていました。今日はこの第8ラウンドに入っても三沢の目を見る限りですと集中力は途切れていないようです。左のジャブを伸ばしていった。さあ残す時間は残り時間20秒を切っています。さあ接近戦での打ち合いになった。ボディボディボディ、ブロック。さあラストラウンド、明確なポイントを取るのはどっちか。右ストレート、三沢の右ストレート、ここで試合終了。死力を尽くした両者、ミニマム級の8回戦、勝負の行方は判定ということになりました。世界ランクを狙いに行った高橋光輝、一方赤コーナーの三沢輝夫はタイトルマッチ後の再起戦、どのような結果になるんでしょうか。採点をお知らせいたします。ジャッジ浦谷信明78対76、ジャッジウクリッドサラサス79対74、ジャッジ島川武史80対74、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして、勝者赤コーナー三沢輝夫。三沢輝夫、タイトルマッチ敗戦からの再起戦、見事な判定勝利で飾りました。3対0という判定勝利で飾った三沢輝夫です。今回は取りこぼしは許されない、そう話していた言葉通り見事な勝利ということになりました。さあ今リングにお辞儀をして赤コーナーから降りてまいります。平健ジムの世界ランカー三沢輝夫が再起戦を勝利で飾っています。